こんにちは。素敵な生き方、みなチャンネルのみなです。このチャンネルでは、主に40代からシニア世代の方々に向けて、お金に困らないで心豊かに、そして健康に生きていくために、ヒントになる情報を発信しています。ご覧いただき、いいなと感じていただけましたら、ぜひ、高評価とチャンネル登録をお願いします。いつも皆さんに見ていただいて、大変励みになっています。ありがとうございます。さて、今回は、きっとほとんどの皆さんが関心を持っていらっしゃる、睡眠についてお話ししてみようと思います。製薬会社第一三共ヘルスケアの調査によると、20代から60代の働く男女を対象にした睡眠に関する調査では、40代から50代のミドル世代は、他の世代に比較して睡眠満足度が最も低く、特に50代男性では 64.3% もの人が自分の睡眠に満足していないと答えたそうです。とはいえ、睡眠に関する悩みも、よく眠れない、寝つきが悪い、夜中に目が覚める、寝ても疲れが取れない、など人それぞれかもしれません。そこで今日は、眠りのメカニズムに注目してお話ししてみたいと思います。後半では、寝つきが良くなって、さらに質の良い眠りまで手に入れられる、とっても簡単な方法についてもお話ししますので、今日もぜひ最後までご覧ください。まず、眠りとは何なのでしょうか？人はなぜ眠るのでしょうか？うちの主人は、別に寝なくても生きていられるのなら寝なくてもよくない？だって人生の3分の1を寝て過ごすなんて、なんかもったいなくない？と言っています。それはそうなんですが。だからといって寝ないわけにもいかないですよね。生物がなぜ眠るのかについては、実は謎の部分がまだ多く残っているそうです。皆さんもなんとなくですが、寝ないと脳の疲れが取れないと思っていらっしゃいませんか？寝ないことによって、確かに脳に疲れが溜まっていくことは事実ですし、脳を持っている生物はほぼすべて寝ないと死んでしまうことが研究によってわかっています。ところがなんと、脳を持たないヒドラという生き物がいるそうなんですが、この生物でさえ眠りに相当する活動休止状態のあることが判明したそうです。本当に眠りって奥が深いですよね。話を眠りの悩みに戻しますね。なぜ眠るのかについてはわからないことも多いのですが、眠くなるメカニズムや質の良い眠りについては研究が進んでいます。皆さんもセロトニンとメラトニンという2つの物質が眠りに影響するとお聞きになったことがあるかもしれません。セロトニンは昼間の時間帯に体の中で作られ、生成されるためには光を浴びることが大切であることは、以前の動画、最強自律神経の整え方の中でも触れました。概要欄にリンクを貼っておきますので、まだご覧いただいてない方は、ぜひご覧になってくださいね。実は、このセロトニンは、自律神経にだけではなく、眠りの質にも大きく関わっていることがわかっています。さらに、もう一つの眠りの質に大きく関わっている物質メラトニンは、なんとこのセロトニンを原料にして作られています。ですから、この幸せホルモンとも呼ばれるセロトニンと
睡眠ホルモンとも呼ばれるメラトニンを上手にコントロールできれば、私たちは質の良い睡眠を手に入れることができます。質の良い眠りについては、ホルモンが関係していることは分かりました。でも、どうやったら寝つきを良くすることができるんですか？そもそも寝ようと思っても寝られないんですけど、という声が聞こえてきそうですね。確かに、質の良い眠りを手に入れるためには、寝なければならないですよね。おっしゃる通りです。では、人はどんなメカニズムで眠りにつくのでしょうか。もちろん、様々なことが関係していますが、今日はこの2つのことを覚えていってくださればと思います。その一つは、人は体温が下がるときに眠りにつきやすいということです。こたつとかに入ると眠くなるし、お風呂に入ると眠くなるよね。体を温めた方が眠くなるんじゃないの？と疑問に思われる方もいらっしゃると思います。実は私たちが体温と呼ぶものには、いつも測る体の表面温度、皮膚温の他にもう一つ、体の内部の温度である深部体温というものがあります。こたつに入ったり、お風呂に入ったりすると体が温かくなり、深部体温も上がります。すると、人の体は上がった深部体温を下げようとして、体から熱を放出しようとします。この時に起こる深部体温の下降、つまり体温が一旦上がってから下がるとき、人は眠気を感じます。人が眠たくなるメカニズムのもう一つ、それは脳が単調さを感じることによります。ああ、それはわかる。学校でつまらない授業を聞いていたときとか、今でもつまらない会議とか、上司の話を聞いてると眠くなるもんね。という話はちょっと置いておきますね。脳は論理的な活動をしていると眠っちゃダメという命令を体に出しています。これは自律神経の動画でも触れた交感神経が活発になった状態。つまり脳が体に対してアクセルを踏み込むようにと命令している状態です。眠りにつくためには、逆に副交感神経が体全体にブレーキをかけて、リラックスモードの命令を出してくれるようにしなければなりません。単調なことを英語では、モノトナスと言います。眠くなるためには、脳にこのモノトナスな状態になってもらって、リラックスしてもらうことがとても効果的なんです。では、この2つの眠くなる仕組みを利用して、私たちはどうやって寝つきよく、さらには質よく眠ることができるでしょうか。やることはとっても簡単なので、ぜひ実行してみてください。それは、とにかく決まった時間に眠ると決め、その90分前にお風呂に入ることです。なぜこんな簡単なことをするだけで寝つきが良くなり、さらに質の良い眠りを手に入れられるのかご説明しますね。まず、決まった時間に眠ると決め、それを続けていくと、脳はモノトナスな状態になりやすくなります。なぜなら、決まった時間に決まったことをすると、脳は、あ、今日もいつもと同じありふれた流れなのね、と思い込んでくれるからです。睡眠前には簡単なルーティーンを決め、それを毎日続けることによって、脳はだんだんと同じ時間にリラックスな睡眠モードに入りやすくなってきます。では、なぜ眠る90分前にお風呂に入るのでしょうか？これは先ほど説明しました通り、
深部体温を一旦上げてから下げるためです。体にはホメオスタシス、生体向上性という機能があります。私たちの体は常に外側から様々な刺激を受けていますが、そうした刺激があっても内部環境は一定に保とうと働いています。この働きのことをホメオスタシスと言います。お風呂にじっくり入ると皮膚温だけでなく深部体温も上がります。そうすると今度はホメオスタシスが働き、体は深部体温を下げようとします。このホメオスタシスが働いて深部体温が下がるのがちょうど90分ぐらいかかるんです。こうして私たちは眠くなれるわけです。時間を決めてお風呂に入り、その90分後に寝ると決めると、そこを起点として私たちの生活リズムは整い始めます。寝る時間が決まると起きる時間も整い始めます。結果としてセロトニンの分泌は正常、活発になり、その結果としてメラトニンの生成もうまく回り始めます。こうして決まった時間に眠ると決め、その90分前にお風呂に入るというたったこれだけのことをするだけで、私たちは良い寝つきと質の良い眠りを手に入れることができるというわけです。ということで今日は睡眠についてお話ししてみました。最後は風が吹けば桶屋が儲かるみたいな話じゃなかったという声が聞こえてきそうですが、今回おすすめした方法は嘘ではなく実際に効果のあるものです。騙すつもりなど毛頭ありませんが、よかったら騙されたつもりでぜひ試してみてくださいね。冗談めかしてはいますが、睡眠に悩まされていらっしゃる方、本当に深刻なお悩み、胸中お察しします。ですが、あまり深刻になりすぎるのも、かえって逆効果です。一つ、良い循環ができると、他の循環も良くなる、ぐらいの楽な気持ちを持っていただけたらと思います。そうすることで、本当に近い将来、あなたにリラックスした素敵な眠りが訪れることを心から信じています。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画まで。皆様、お元気にお過ごしください。